こんにちは、ドクター熱血です。今回は千年血栓編朽木白夜覚醒していきます。手を貸そう。はい、それじゃあフル教科まで持っていきましょう。こちらです。はい、こちらがレベル200フル強化まで上げた朽木白夜です。キラーはアランカルキラー、必殺技千景千本桜影押し、奥義一家千人化。千景千本桜影押しの究極の技を持って当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は体力最大時全ダメージ 20% アップ。このソウル特性は月島以来ですね。で、僕はあえての月島積んで、さらに白夜は自分で回復できないんで、ランブアイゼンを入れてみました。で、レイアス、そっか、あーんとね、そっか、この前はですね、僕は確実性を増すためにこうしたんだ。ランブ白夜、じゃあランブアイゼンで、これで体力をしっかり回復するというところですね。体力1005、攻撃697、これかなり高いですね。でレアスも683、かなり高いです。命を捨てて振るう刃で守れるものなどないと知れ。朽木白夜、クインシーとの戦いで恐怖を知り、一度挽回を奪われることで己の力と向き合う。千本桜の奥義を持って敵を倒した後に武器やトレンチをイチゴの元へと送り出す。はい、僕は5万円をかけてこいつをゲットしました。これね、強いっす。なんか千年血栓で一番のハズレとか言われてたけど、使ってみてもうね、見直しました。超強い。実際その強さを、僕の白夜はここで分かるように必殺技レベル1です。1なんだけれども、なんだっけ、教頭でボス一撃で倒せるぐらい。くだらん、無駄だ。ちょっと説明はある。覚悟。くだらん。これで。くだらん。くだらん。さあ、遠距離ですね。で、強攻撃も全部、青攻撃になってます。強攻撃じゃなくて通常2、3、4段目が3方向に分かれます。で、3段目は若干威力が落ちますね。強攻撃1、くだらん。前方に、結構広い範囲、見た目より、よりっていうのはあれかな、見た目通りの、前方に広い範囲で、くだらん、巻き込んできますね、多段技です。で、強攻撃2がかなり特殊、全体に、自分の範囲から演習にどれぐらいかちょっと何とも言えないけど、攻撃をしつつ自分バリアを張ります。これは20秒間有効で、自分は3回まで攻撃を食らえる、味方は1回まで、これ共闘ですね。で、例えば、他のキャラでも1回分はガードが効くと。20秒なんで消えたと。あ、これ知らんかったんだけど、こいつらはこいつらで時間なのかな。ちなみにこれを重ね掛けしても、味方は2になったりすることはないです。
なので例えば白夜共闘で白夜4人で、それぞれやっていくとどうなるかって言っても別にあの無駄で増えることはないという状態ですね。競技3とどめを刺す全体の、強攻撃ですね。覚悟くだらない。くだらない。とどめを覚悟せよ。くだらない。脅威にも直接ダメージを与えていきましょう。無駄だ。くだらない。バリア張り付け結構ダメージが出るんですよ。一回食らってみるか。多段はきついから、くだらない。食らっても大丈夫。もちろん炎とかそういった属性にもならずとどめる。くだらない。まさんぞ。あ、なんか強行に見てね。あ、俺無駄だ。上がった。くだらない。まああの多段技には弱いんで、多段技で一気にガード崩れるとかありますね。くだらない。さあボスですね。あ、道中で必殺技打っちゃよかったな。戦型千本桜影義王に一家先人か。こちらは終わった。そうか、手を貸そう。大きな特徴として必殺技に防御低下がついてるんで、より必殺技が強いですね。ヒット数アップもあって、本当にね、こいつは使いやすいですね。緊急回避アップ、通常攻撃 30% アップ、強攻撃 40% アップ、ヒット数アップ、防御低下がついて、強攻撃の範囲は 20%。非常に、ね、使いやすいです。いや、俺ね、個人的な印象としては、あの技いちごよりも、その技いちごも僕必殺レベル1なんだけれども、必殺技に関しては全然こっちの方が強いし、いやー、これは優秀だと思いますね。現時点で全然、お気に入りのキャラの一人になりましたね、技で。はい。まあ、もう千年結成のキャラは普通には引けなくなってるんで、まあ、次いつピックアップ来るかわかんないですけども、いや僕はね全然白夜いいと思いますよ。千年結成の神々やねん、千年結成編のキャラの中では評価が低かったですけど、いやいやいや使ったら超強いですよ。僕は千年結成編の4キャラ、初期の4キャラ、これどれも本当強いと思います。おすすめでございます。今回でねようやく千年結成のキャラ全キャラ紹介できましたんで、まあ、今後もね千年結成は頑張って取っていきたいんですけどね、まあ、第1弾が計 17.5 万円かかってるんで本当きついです。はい、今回はここまでにしておきましょう。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。